新生丹子均衡は丹子均門、金人モ門の菌類、原竹綱とも、キノコが多いが、そうでないものもある。新生丹子均衡は1万6千の種が知られ、これは知られている丹子均類のうち53%にあたる。この分類群は、ヒベットとトルンによるホウマベシドヘマイシッツと大まかには同じで、キクラゲメとロウタケメを含んでいる。この分類群は、 一般的なキノコ類だけでなく、以前には、ハラ菌類とされたものを含み、また黒ホ病菌やサビ菌目を含んでいる。新生端子均衡は分類学の推進によって、ゼラチン質のキノコを多く含む、白キクラゲ均衡、赤キクラゲ均衡が外された。しかしながら、ゼラチン質のキノコのうち、キクラゲ目は新生端子均衡とされていた。現在、 キクラゲメは、異形端子均衡に分けられることもある。過去には、古実体やキノコの形態が、早期の新生端子均衡分類の基礎とされ、ハラ菌類と新生端子均衡を、別々のものと見ていた。しかし、いわゆる菌人類とハラ菌類は、今では、自然分類とは考えられていない。明らかに、ハラ菌類の菌類は、いわゆる、キノコ型の菌から、 それぞれ独自に進化したものである。しかしながら、多くのキノコ採集の本では現在でもホコリタケ族や、ハラキン類は普通のキノコとは別の分類になっている。これは、フリースの分別が現在でも、キノコ、小実体の類別には便利であるためである。同様に、現在でもハラキン類のホコリタケ目はハラタケ目と、スッポンタケ目で分かれている。 属するすべての種族が胞子を抱えるヒダを持っている。数ミリメートルの小さな傘から1メートル以上の傘を持つものまであり、最大級のものになると130キログラムに及ぶ。また、このグループはほぼ間違いなく最大で最古の単一の生命体である。綿毛なら竹の個体には、菌糸が15万キロメートルに伸びており、重さは1万キログラム。 年齢は1500年に至るものが見つかっている。ほぼ全ての種が陸生であり、環境への耐性も強く、特に木の分解者として機能する。いくつかの種は菌を含む、他の動物に発病したり寄生したりして生きることが特徴的で、菌根は森林の重要な共生者である。菌の形と生態系の一般的な考察では、キノコの論説、種の扱い、 個々の種の説明に発展している。ありがとうございます。